大西洋にあるイギリス領バミューダにある町で、同諸島の首都。首都といっても1キロメートル四方ほどの小さな町で、人口は約3000人だが、観光客やビジネスマンで賑わう、豊かで活気のある港町である。パステルカラーに塗られた家々や建造物が多く、町並みは美しい。1790年に当時バミューダの知事だったヘンリー・ハミルトンの名にちなんで、 ハミルトンの街の建設が始まった。バミューダの中心地はセントジョージ島のセントジョージだったが、1815年にセントジョージからハミルトンに移ンとされた。それ以来、ハミルトンはバミューダの政治、経済などの中心地である。フロントストリートはハミルトン市の中心的な繁華街でメインストリートである。免税店が数多くあり、多くの観光客で賑わっている。 タックスヘイブンなどの金融業、銀行などの建物も数多くあり、ビジネス客も訪れる。ハミルトンは小さな町だが、歴史的建造物が数多く残る歴史ある町でもある。1840年に建てられた国会議事堂と記念碑や、1817年に建築された会員と最高裁判所、シティホール、バミューダ歴史博物館などがある。 セントテレサスカテドラルは1927年に建てられたカトリック教会でローマ教皇パウロ6世が訪れたこともある。ハミルトントリデは1870年代に作られたトリデで現在でも石積みの壁や大砲などが残っている。バミューダ諸島には同名のハミルトン教区があるが同志とは関係がない。マンスリーウェザーアベレージズフォーハミルトン、バミューダ。 2013年11月3日閲覧、ありがとうございます。